こんにちは、ヤスですで皆さん元気ですかもう本当に、本当に今週はつらかったですね。うん、あの私も、ね、例外なくめちゃくちゃ食らってるのでね、本当に、まあ、ちょっと元気出していきましょうということなんですけども、今日はちょっとね、あの少しでも見た目だけでも癒しを届けられるようにね、ちょっとかわいい動物のアバターにしてみました。しかもアバターも大きくしてみましたのでね。 ちょっとこう、まあ、少しでも、少しでも、何ですか、癒し要素を増やせればなと思います、声おっさんですけどね。はい。で、えー、っと、今日はね、10月になりましたんでね。 えっと、10月までの見通しと今後の投資方針についてね、まあ、主に私、自分自身のメモになりますけども、そういった話になります。はい、でいい話になっていると思いますので、ね、この先、ぜひ、ねえー、進んでいただく前にチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。でまた今日は、ね、結構さーっといくので、詳細は、ね、ブログをあの動画詳細欄に貼っておくので、ね、ブログを確認してもらえればと思います。はい、まとめです。 えー、来週はねちょっと残念ながらまだ9%ほど下がる可能性はあると考えてます。ただね、ね11月3日火曜日に、ね、大統領選があるので視界がクリアになれば緩やかに上層観測をしてます。まあ、皆さんそういう観測だと思います。皆さんそういう観測してるってことは上がるんですよね、きっと。うんまあ、あとは期間、投資家がどんだけ入ってくるかとかにもよるんですけどね、うんえー、視界がクリアになればっていうのはねその郵便投票云々でねごたつかなければって話です。 で基本的にハイタシック,クロースの決算は好調でした。これはいいニュースですね。うん、ただし、えーと、コロナ感染者、金利には注意しなきゃいけないですね。えー、と大統領選は、ね、トランプが急に追い泳げているので、今どっちが勝ってもおかしくない状況だとは思っています。注目領域は、ね、もう、ね、今は本当に、ね、注目領域というか、決算が良くて暴落している銘柄が圧倒的に、ね、チャンスなので、ね、決算が良くて暴落している銘柄が一番いいです。でその他、領域別では、やっぱいこ回し、ごもり関連 SN、SNS がいいかなと考えています。 はいえー、とパフォーマンスなんですけども、まあね、私、2018年からまったりやってます。えー、実はね、あれなんですよね、あの大統領選挙、大統領選挙、初めてだったんですよね、今回ね。だから、あんまし知らずにこう、ちょっと大きく怪我をしてしまったんだけど、これは必ずね、4年後に役に立つかなと思います。はいで今のところね、たいちょっとパフォーマンスの全体か分かんないですけど、理確も含んで今25、25%ほどですね。うーん ちょっとだいぶ目減りしちゃったなと思います。10月の頭はプラス40%ぐらいあったんですけども、今プラス25%ぐらいですね。うん。で、原因としては、あの、結構ね、2つあって、もちろん今回大きく調整が入ったんで、それで大きく目減りしたっていうのがあるんですけども、実はもう7月、まあ4月からなんですけど、本当に毎月ね、結構現金をどん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 入れてるんですよ。で、今回もこんだけ現金入れたんですけど、毎月こんくらいね、現金入れていくんですよね。だから、毎月こんくらい入れていくから、その、 7月8月ぐらいから皆さん見ても分かる通り株価ってちょっとそんな上がってないじゃないですかだからね7月20日に入れた株あの現金に対するパフォーマンスは全然出てなくてそれでねそれでやっぱちょっと25%程度しかないっていうのもあると思いますはいであとはその含み益が今全体で株式は18%ほど現金はそのもう全体の24%が現金なんで株価が下がった時に逆差しないでどん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 ,どんあの僕の PF たちが 星になっていってしまったので、もう今現金もういっぱい持ってますって感じですね。もうこの現金でね、もうどんだけ買ってやろうかとかね、そんな感じですね。はい。PF はこんな感じです。これまた後でやっていきます。で、えっとね、一番話していかなきゃいけないのは、ここですね。10月のトレンドの振り返りです。はい。で、これは私が、えっと、取ってる40種の SARS 銘柄の PSR の中央値をひたすらト,ト,トレンドを追い続けてます。 でこれはそもそもきっかけとしては、8月に大きな調整があって、そこで大きく損をしてしまったので、それに対する警告として私がやり始めたんですけども、いやー今回ね、私もこれ、ちょっともう一回引っかかっちゃってましたね。今回のね、このチャートから言えることは2点なんですけども、えっと、これがあの赤が SARS メガルの TTM ベース、で黄色が SARS メガルの 4X の PSR なんですけども、 あのこの赤いところがね実は9月の調整前から取れてるんですよね。で今回はその9月の調整前より高かったんですよね、明らかに。でここ9月の1週目、2週目なんですけど、まあ、ここがそこだったんですよね。でいつもって実は8月7月、8月から観測していると20を超えたら確実に、ね、すぐストーンと落ちてったんですよ、必ず。で今回は長かった、本当に。今回は PSR が上に張り付いてるのは長くて。 ちょっと私自身も、あこれ一段上がったのかなっていうふうにね、ちょっと勘違いしちゃったんですよね。それが本当のミスでしたね。で、まあ、ブログでは常に、ね、割高注意、割高注意って書き続けたものの、まあ、そんなに大きく変えましたはいないでね、そんな大きがはしなかったんですけども、やっぱちょこちょこ買い足しちゃったり、なんか、なん,んですか、その、特にズームとかペロトンなんですけども、なんかちょっと下が,し下がってきちゃったなっていうところで買い足しちゃったり、でもそれでもやっぱまだまだ割高だったので、 なんかその超割高から割高になった時に買い足しちゃったなっていうのは本当判断のミスだなと思います。うん。で、やっぱコントからは、やっぱその PSR がね、この 4X が20を超えてるときはやっぱ手を出してはいか,いかんのだなと。本当にそう思います。で、そこに買い増しをした銘柄はもう例外なく結構損する性質になるので PSR4X が20を超えたらもう何があっても手を出してはいかんのだなと本当に思います。っていうのがもう1点目。で、えっと2点目は、 私のその投資のスタイルって、基本的に小さく入るんですよね。まあ、保有率3%ぐらいから入ってで、利が乗ってきたら買いまして、買いまして、買いまして、買いましてっ,つってでそれで決算を1回か回、2回超えて、どん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 それを1軍に上げていくみたいなやり方をしていくんですけども、今回失敗したのはね、今回2軍として育ててた銘柄が、もうね、含み益ほとんど吹っ飛んじゃったんですよね。中にはもちろん切られたのもあります。クラウドとスクエアは完全に狩られてしまったので。 私、逆差し値は常にその、まあ、平均の買い値があると思うんですけども平均の買い値よりちょっと高いところに仕掛けておくんですよね、利が乗ってきたら。だから、相場が落ちてきてるときに必ずそこに引っかかって、あの含み増が出ないようにはしてるんですけども、とはいえ、含み免が全部吹っ飛ぶっていうのは、その銘柄を保有してきたリターンが全く得られないっていうのはさすがにちょっとナンセンスなんで、あの今度からやっぱそこは工夫しなきゃいけないなと思います。 えと半分の銘柄はやっぱりい値のままで、ね、持っていってもいいと思うんですけども残り半分は、ね、今度からあのトレーリングリミットロス設定っていうのかな、まあ、結局その株価が上がっていくに応じて常にその逆差指値の設定も一定比率で上がっていくっていう設定が出せるんですよ。でそれをうまく使えばあの、まあ、株価がその上がっていくとと,ともに その半分はね、そういう設定にしとけば、株価が暴落するときに、その半分は自動的に現金にどん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 なっていくんで、まあ、そういう設定にしようかなで、特に二軍に関しては、二軍に関してはそういうふうにして、えー、とど,んど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 ん積極的に利確をしていこうかなというふうに思ってます。でもちろん、その決算を1回か2回超えて、正式に一軍になれば、まあ、そういうことをせずに、もうなんか本当に入れて放置とかでいいのかなというふうに思いますけども、まあ、そういうふうにやっていこうかなというふうには今考えてます。というのが本当にね、 10月の振り返りのね、本当に一番ハイライトですね。えー、PSR4X が20を超えたら手を出すなと。であとは、えー、と逆差し援をね、ちょっとやり方を工夫して、もうちょっとその、特に二軍に関して、えーと、リーが乗ってきたらちゃんとどう風ううに理確していきましょうってことが、やっぱ最大の反省かなと思います。はい えと株価はそういう話なんですけども、えー、と決算に関しては、ハイテクグロースは基本的に好調でした、うん。スナップ、ピンタレスはミラクル決算を出しましたし、えー、テスラ、トゥイリレ、AMD、ファイバー、エッジ、テラドック、アマゾン、デジタルターバイン、結構好決算でした。で、チェック、フェイスブック、グーグルというのは、まあ、ぼちぼち良かったかなという感じですね。うん、本当に、ね、これらの決算出したら、本当は、ね、決算後に緩やかで株価が多かったもおかしくない銘柄ばかりですよね。 で私もね、それで、ファイバーとピンタレストに関しては、あの決算後にちょっと手を出してしまって、ちょっとやけどしてます、正直な話。うん、分かったでしょ,うしょ、説明しますけども、いやー、ちょっとさすがにね、決算後に落ちるっていうのはね、うんまあ、ペロトン、ズームもそうだったんでね、なんか、うん、本当にもう、なんか難しいですね。うん、はい で今回、小算さんの特徴としては、広告を主とした企業の業績回復が顕著です。スナップ、ピンタレストの、ね、広告収益も回復してますして、Google もね、前回減収、減益から今回 YOY14% まで成長してきたので、かなり回復してます。なので、広告を主とした企業の回復、業績回復は今後もね、かなり期待できるんじゃないかなというふうに思ってます。で、実際に、この、えー、と GDP のチャートがあるんですけども、 まあずっと GDP ってクォーターごとにね、こうやって上がってきてて、で、あの今回コロナでドッカーンって下がったんですけど、この Q3、7、8、9で一気に回復してるんですよね。なんかこれ、年率換算の成長率で33%らしいんですけど、ものすごい勢いで回復してるみたいなんですよね。やっぱ7、8、9ってアメリカでその各都市でロックダウンが解除されて、みんなが外に出てきて、レストランだったりとか、 まあ、ショッピングモールで買い物したりとか、そういうことが、ね、できるようになったので、本、ま、当、あ、すさまじい速度で回復してるので,で、やっぱハイアリングとか、ジョブもねあの、失業率とかも改善してきてるので、こ年は素直にいいニュースなんじゃないかなというふうに思っています。ただ、一方でね、気になることもあります。えっと、コロナの感染者はね、えっと、やっぱすごく増えてます。うん。すごく増えてる。7月の水準を超えてきちゃったのでね、うん、ここは気をつけなきゃいけないなというふうに。 思いますただ、あのー、ここちょっと見てもらえば分かるんですけど、今ね、コロナの感染、まあ、ここが7月30日だとして、このもう7月19日のところも結構増えてるじゃないですか。7月10日のところもね、もう、あのー、例えば7月19の水準って、もう7月7日ぐらいに近いんですよね。7月7日ぐらい。 7 7月7日ぐらいで一般的に14日経つとあの死者として出始めるって言われているので、えー、っと 7, 日7月7日の14日後っていうのは7月21日なんですよね。で、この9月の19から14日経つとまだ結果が出てないんですけどもそっか、まだ結果出てないのか。じゃこの辺を見なきゃいけない。6あたりを見なきゃいけないね。6あたりっていうのは これで言うと、だいたい7日よりちょっとあ5日ぐらいか。5日の21日後で、えー、っと、26日。で、これも5日にしましょうか。で、これも26日なんですけども、これの死者を見ると、まあ、26日ってだいたい、まあ、この辺だと思うんですよね。この1200、2 300ぐらい。 でも今回って、まだそこまで足してないんですよね。だから結局何が言いたいかっていうと、7月もそうだったんですけども、増えた、増えた、増えたっつって株価を言ったらパニックなんですけども、実はこの辺でね、あれ、死者増えてないよねっていうことで、実は株価またね、落ち着きを取り戻すんですよね。うん。あれ、犬、動いてないこれ。え今気づいたけど、ワンコ動いてないじゃん。おーい。あ、動いた。 動いてないとただの私の声の声動画になっちゃうんでね、ねね動いいててください、ねはい、なんで、えっと、今回も一応感染者が増えているものの死者に対する反応はあの一定だなっていうふうに考えてます。なので、コロナ、コロナで株価と言うんですけども、今回やっぱ大統領選挙とコロナに関する合わせ技でダーンと下がってるんで、まあね、やっぱ増えていくのはちょっと気にはなるんですけども、やっぱ死者の数が最終的にはね、 重要になってくるかなと思うので、このまま死者が、何、あのー、ですか、それほど増えないのであれば、株価はそんなに、まあ、落ち着きを取り戻すんじゃないかなというふうには思ってます。増えているのは気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、同時にこっちも見なきゃいけないというふうには思ってたりはします。はい、であとね えと私とはあんまマ暴露のことが分からないので、なぜ金利が上がってるかとまではちょっとね、言及はしないんですけども、少なくとも金利は上がってるという事実は、えー、抑えとかなきゃいけないなというふうに思ってますで。一般的に金利が上がると株式から資金が逃げていくと言われているので、今回の10月の,あの株価の下落っていうのは、まあそのね、鶏か卵かどっちが先かという問題ではないんですけども、やっぱり、ね、金利がすげえ上がってるんですよね、今日めちゃくちゃ上がってるんですよね。 やっぱこのへんもやっぱ10月にグロース株が落ちてきた原因の一つなんじゃないかなというふうに思ってます。で、こんだけ金利が高いと、あのーね、9月末から株価って上がってきたんですけども、やっぱりその時より金利だいぶ上がってきてるんで、まあ、大統領選が終わっても、そんなに一気に上がること、10月ほど上がることはないんじゃないかなと思います。緩やかに上がるんじゃないかなと思ってます。ただ、全体で見ればね、まだまだ金利ってすごい低い数字になるので。 そんな,なんかもう株価が暴落しましたとかそういう話ではないと思うんですけれども、やっぱり、ね、金利がすちょっと上がっているというのはあの気にはなっているので、ね、引き続きあの金利の上昇と PSR と株価というのに、ね、注意しながら、ね、見ていった方がいいかな今のところあの相関しているように思います。PSR が上がってグロースが落ちるというのは、ね、今のところ相関しているようには思います、はいで。10月以降の予想と動きっていうのをやっていこうと思うんですけれども。 えー、残念ながら来週はもう少し落ちるかもと思ってます。これまた先ほどのグラフにもつるんですけども、PSR だけで言えば9月の底からまだ9.4%高い位置にいます。なので、過去の,そのデータに基づくのであれば、まだ9.4%ほど、ね、落ちる余地があるっていうのであるので、ね、本当に気を引き締めていかなきゃいけないですね。まだまだ月カーがねあの、火曜日の夜に大統領が決まるんで、月カーはまだまだあの、何ですか。あの 気気をつけけななきゃいけない気はします、はい、ただ、全体的な、ね、相場が、ね、あ大統領選が落ち着いた後緩やかに上昇が期待されるのかなと思います。金利がちょっと上がってるとはいえ、あのー、やっぱり大きく落ちたんで、で過去、えっと、8月ぐらいから見ると、まあ、結構決算が良かったにもかかわらず。 株価がそんなに横ば,いが横ばいにはなっているので、そろそろ緩やかに上がっていってもいいのかなというふうには思っています。で特に、ね、今回、決算ね、まああのー、ガファムとかテスラの決算、要は相場の全体感ね決めるガファムとかテスラの決算がまあまあ良かったので、ナスダックとかダウを中心にね本当に緩やかに上がっていく相場になるのかなというふうには思ってはいます。はいまあ、グロースも、ね、あの金利が上がったとはいえ、 基本的に決算が良かったので、決算が良かったものは下がるんじゃなくて上がっていくっていうのが基本だと思うので、あのまあ、あの決算が良ければ、まあ、緩やかに上がっていくのかなというのも、ただね、金利がそんなに低いわけではないので、えー、と今まで9月ほどの上がり方っていうのはあんまりないんじゃないかなというふうには思ってます。はい、で、大統領選についてちょっと話しとかなきゃいけないなと思うんですけども、ね、私もあの、ね、投票権が、ね、実はあるんでね、 あのディベートとか両者のスピーチはしっかり見てるんですけどもまあね私はカリフォルニアに住んでんで何をどう掲いてもバイデンになっちゃうんですけどもえー、っとまあ今はねマスコミの世論調査とかではね特にヤフー中トップとか見ると本当になんかバイデンが勝つみたいな感じになってるんですけどそんなこと全然なくてあのかなりの接戦です本当にどっちが勝ってもおかしくないっていうふうに言えてますでこれはあのリアルクリアポリティックスっていうあのー アメリカの世論調査をさらにまとめたその調査会社があって、要はこの会社自身は世論調査をしてなくて、ありとあらゆる世論調査をまとめて、その平均値でもって選挙の,あのなんんですか結果を見てるというサイトになるんですけども。まああの この青いところがバイデンが勝つだろう、赤いところがトランプが勝つだろうと言われているんですけども、この灰色の部分に,ところに関しては、まだどっちが勝つかわからないというふうに言われていますで、えーっと。2016年のクリントンとトランプの時は、この灰色の部分のほとんどをトランプが取ってきました。クリントンが取ったのが多分1個か2個ぐらいで、ほとんどがトランプが取っていって、トランプがこのいわゆる選挙人 やつですよねここに各州の選挙人が割り当てられてて、まあそれ、仕組みは細かいところを置いておいて、この数字を、ね、270集めたところが勝つんですけどもあの、トランプが300ぐらい取ったんですよ、最終的に。ほとんど取りきったっていうね。<laughs> ほとんど取り切って勝ったっていうのがあるんで、で今回もあの世論調査とかを見てると、例えばこのオハイオ州、オハイオ州ね、ここも激戦州なんですけども、オハイオ州に関しては、 10月の中盤に入ってからあの世論調査はトランプが、ね、あの逆転してるんですよ。で、えーと、これとか顕著で逆転してるんですけど、他の州もどん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 ,どんトランプが追いついてて、でしかも前から言われているように世論調査にはあんまり隠れトランプが反映されてないということで、 2016年の時も、クリントンが5ポイントぐらい優勢であっても、トランプが勝っちゃったってことはいくらでもありえたので、これとかはもうほとんどもうねトランプが上回ってて、さらに隠れトランプもあれば、もっと広がってるってことだったりするんですけども、各地でそういう,ふう感じにはなってるので、本当にこう、まだまだあの全然トランプが勝つ可能性あるよというか、むしろなんか今、勢いだけで見たらトランプの方が上なんじゃないかなというふうに思うぐらいです。はい うん、で、えっと、投資行動として考えなきゃいけないのは、あのいや、でもじゃあ、3日までね、トランプが勝つか、バイデンが勝つかわからないで、まで、もしバイデンが勝つと、それもしくはどっちが勝つにせよ、接戦だと、今度、郵便投票でこうごたつく、そのストーリーはやっぱ考えとかなきゃいけない、そのストーリーは考えとかなきゃいけなくて、最悪あの、えー、11月末までね、ぐだ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 する可能性があるんで。 まあそれはそ,それだったら別にそれでいいと思うんですけども、ただベストシナリオも考えておかなきゃいけないなと思います。ベストシナリオっていうのはトランプ圧勝というシナリオがあります。で、おそらく、むしろバイデンが圧勝することはないと思います、今の状況下で。っていうのは、なんかちょっと各世論調査を見てると、もうこのテキサス、フロリダ、ジョージア、ニュース,ュースカロライナ、オハイオあたりは、多分トランプが順当に取っていくんじゃないかなというふうに思ってて、 そこだけ順当を取っていくだけでもね、結構トランプもね、ここの、こっちに近づいていっちゃうんですよね。で、そうすると、もうトランプとバイデンってもう接戦状態になっちゃうんで、で、さらに残りトランプが抑えていくとあの、もうトランプ圧勝っていう形になって、で、っていう風になると思います。はい。なので、トランプ圧勝っていうシナリオがあって、 あのー、そうなると、もう郵便投票うんぬんではなくて、もう11月4日からね、もうなんか、ご祝儀相場みたいに入る可能性すら、まあね、私、大統領選経験してないでね、なんとも言えないんですけども、そうすらあるかなと思うので、まあ、投資のスタンスとしては、やっぱ11月4日にね、まあ、トランプ、まあ、バイデンでもいいんですけども、本当にもう大統領がピシャ,ピピシャッと決まってしまって、で不透明さが消えて、また、 相場に資金がが入り始めるるというストーリーリあるのでやっぱり、それぐだぐだする可能性と、やっぱベストシナリオもあるんだっていう可能性、両方を見ながらね、資金を入れていく必要があるかなというふうには思ってます。で、今、ナイフはまだ大下落している最中なので、まだまだね、つかみに行くとあの血が出ちゃうと思うんですけども、やっぱ地面に落ちたかなと思ったら、まあ、少しずつ資金を入れていくしかないかなというふうに思います。で、僕はもうちょっとねあの、エントリーとして、あの、 1%, 1ずつ入れちゃったんですけど、まあ、月曜日とか火曜日とかね、ちょっと相場が良ければ、徐々に徐々に入れていくってことをやっていかないといけないかなというふうに思ってますけども、まだね、各銘柄、PF 保有率1%程度で、ここからその、要は10%落ちても全然損しないという状況でしか入れてはいないです。はい、<laughs> まあ、大統領選の見通しが明らかになってないので、来週からいつでも相場が安定する準備は必要かなと思います。週末に、ね、どの相場にエントリーするかっていうのをね、しっかり時間を使って考えていきたいかなと思います。 でもすごいシンプルです。もう決算が良かった銘柄を強く握る。今って結構ラッキーで、普段だったらなんかどのセクターがいいかなとか、どの銘柄が伸びるかなとか予想しなきゃいけないんですけど、今回って決算が良かったのに落ちてる銘柄が結構多いんですよ。なので、銘柄とかうんうん考える前に、まあ、まず決算が良かったものを拾っていくっていうのがもう本当に基本的な戦略だと思います。で、まあ、各自ね、何ですか。 それ,それぞれ個別に、ね、今朝見ていただくにせよ、この辺んは今朝さは大体良かったです、もう大体。なので予想としてはこれらの銘柄はもう、地合いが安定すればまた上がっていくことが想定されるので、なんかもう本当につかみに行く準備をしていってもいいのかなというふうには思っていますで。注目領域としては、イコマ、っすぐ森 SNS というふうに考えています。ちょっともう時間が長くなってきたんで、さーっといきますね。 えっと、結局、アマゾン o n h の決算がありましたけども、経済活動の災害やだった Q3 もね、イくマスおおむね好調です。で、不謹慎ですけども、コロナが今だけ広がって、で、また、あの、オンラインの買い物が戻ってきて、で、ホリデーシーズンを迎えるので、多分 Q4 の決算はかなりいいことが期待されるので、やっぱ、イくマっていうのは、あの、1、2銘柄持っといても損ではないのかなと思います。そして、巣ごもり。まあ、これもね、またワクチンに左右されると思うんですけど、足元の感染を見るとね、あの、やっぱこれは、 あの上がっていくかなと思います。ズーム、ペロトン、オクタ、クラウドストライクとか、こういう系ですね。だとね、えっと、まあこれ、急速、ちょっと急増どうなるかわからないですけど、でも、少なくとも今、SNS 広告系っていうのは好調です。で特にユーザー数、SNS のユーザー数が伸びてるってことは、あの、本当に広告も、SNS のユーザーも伸びて広告も伸びてると、本当ね、YOY50% y、y 60%ってね、下手したら YOY70% とかも出てくるぐらいのね、あの勢いがついてるので、 SNS 広告系っていうのはやっぱ今だったらスナップかピンタレストでちょっと安全に行く場合はフェイスブックとかねそういうの1個持っててもいいのかなというふうには思ってますはいで最後えー、っと銘柄別ですまあポートフォリオに入ってなくて売ってしまったものは Amazon、Fastly、えー Am、Square、CloudStore こことか長くなっちゃうからさーっと行きますねもう本当にあのー、この絵売りましたとで今のポートフォリオはこんな感じになってます だいぶね、えーと、暴落でね、調整でね、2軍が消えてしまったので、本当、ズームとペロトンで半分ぐらい締めるって、超いびつな形になってるんですけども、ズーム、ペロトン、リボン号、NVIDIA ぐらいまでは、含み益がまだね、それで10%以上あるので、おそらくここはね、まあ、カバー、僕はもうずっとホールドしっぱなしで、も、ま、う、あ、ここだけで45%、今持ってる、75%近くあるので。 まあここだけ握ってるだけでもね、まあ、次の上層相場に乗れるのかなというふうに思ってます。で一方で、二軍がちょっと薄いんですよね。エッジ、セイリミティとピンズとかはね、今、唯一二軍の中でも生き残った銘柄なんですけども、利益がだいぶ薄くなってきてます。はい。なんでね、ちょっとこう月曜日、火曜日によっては、借られることもあるかなと思います。で、ピンタレストはね、決算ガチャ成功したんですけども、いや、この決算だったらもうバンバン上っていくだろうって思ったら、この相場になっちゃってやって、実は買いしちゃってね、だいぶね、 あのもうだいぶ買い値がね、もう本当に今ね、あの含めいけ1 2、2%しか出てない状態で、これはちょっと本当、まずったなというふうに思ってるところです、はい。で、残り、スクエア、クラウドストライク、ファイバー、メルドカドリブレデジタルターバインというところにエントリーを入れてます。はい、エントリーなんで、ね、ほとんど1%前後で、あのこれ、月、火でね、別に別に調整相場が来ても。 全然そんな痛くない程度しか入れてないんですけども、エントリーを入れていって、まあ、相場が上がってくるにつれて、徐々に徐々に入れていこうかなというふうに思っている銘柄です。で、ETF は ARKK のみです。もうだいぶ損してます。ARKK 以外はね、全部ほぼプラスを確保してるんですけどね。ズーム、エッジ、シーリミティとピンタレスト、ペロとリボンが NVIDIA だからね。うん。本当にね、これを育てていって、本当にここの銘柄を厚くしていきたいんですけど、本当今回、 育って家庭で二軍が切られちゃったんでね、本当につらいですね。はい。えー、ブログ、YouTube ね、いつも本当に皆さんありがとうございます。えー、Twitter のフォロワーも3000人増え、ブログの PV もプラス3万、YouTube もプラス3000人ですね。うん、本当にいつもありがとうございます。引き続き頑張っていきますので、よろしくお願いします。今日はちょっと振り返りで長くなってしまったんですけども、えー、以上になります。はい。ではね、10月もお疲れ様でしたと。 えー、11月も、ね、引き続きブログ動画とかね、私もちょっと損を出してながら、なかなか発信する立場として難しいんですけども、できればね、銘柄の説明、銘柄の決算とかね、そういう客観的な事実はね、積極的に発信していこうと思いますのでね、えー、11月もね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。